皆さんこんにちは。今日はですね、いつも私が大好きなフォームローラーを使ってお尻をほぐしていきます。フォームローラーね、いつも言ってるんだけど、本当に筋トレの後もいいし、筋トレの前もね、やるとね、筋膜がちょっと伸ばされて、その中のね、筋肉にスペースが作って伸び縮みしやすくて、ワークアウトがすごいね、効率的になるなんて話を聞いたことがあります。だからね、やる前にね、筋トレとかする前にね、5分とかでもやるとね、とっても良いと思います。じゃあフォームローラーあったらね、一回ね、ちょっとその上に座ってですね、右の足を左の太ももの上に乗せて、この4の字を書いていきます。それから少しだけね、右の方に倒れるようなイメージ、そう。そして、あ、痛いなっていうとこ見つかったらね、そこでちょっとだけね、滞在して呼吸していきます。私ですね、3週間ぐらい前ね、ここちょうどね、この仙骨からこのお尻のこの横から前にかけてがね、急に痛くなってですね、ワークアウトした後もね、全くほぐしたりしてなかったので、そのせいかななんて思ったんですけれども、そんなことがありましたので、絶対ね、ほぐしたりとかヨガでストレッチすることは忘れないでください。でその時ね、この太ももの前もね、すごい硬くなったんです。お尻の横硬いとね、この太ももの前も硬くなっていきますので、太ももの前のフォームローラーはね、ここにも乗せていきありますので、そちら見ていただいたりとかですね、前に乗せたね、反り腰のストレッチなんかもね、すごくいいです。もうね、何がいい悪いかないです。自分のね、気持ちいいところを見つけてやっていただければね、それでいいかなと思います。じゃあ戻ったら、今度は反対、左の足を右の太ももの上に乗せて、そしてね、ちょっとスライドさせて、左のお尻の横がね、フォームローラーの上に乗せるようにします。そしてこのね、仙骨はここね、この背骨一番下にここにあるんだけど、ここの仙骨とつながっている深いところにね、座骨神経痛に関わっている筋肉があるんですよ。だからね、そこをほぐしていくのはですね、座骨神経痛をね、楽にするのもあるので、ちょっとね、ほぐしていってください。自分でね、うわ気持ちいいなっていうところを見つけて、痛気持ちいいぐらいが一番ね、痛くて呼吸できないぐらいとこまでね、押さないようにしてね。この横のね、お尻、ヨガでね、スタンディングのポーズでね、バランスポーズとかね、ここの横のお尻の筋肉すごい使いますので、そこをね、ほぐしていきます。ピジョンポーズなんかね、やる前もね、これやるといいです。そしたら正面に戻ったら、ちょうどね、仙骨の周りくるくるとしてあげるように、仙骨のね、上にはね、筋肉はついてないけどね、筋膜がありますので、そこはね、ほんと優しくね、くるくるしてあげるだけでね、筋膜伸びていきますからね、ちょっとくるくるとしてあげます。はあ、フォーワードフォールドして、フォーワードフォールドもね、お尻が硬いとですね、なかなか前に行かないので、こういうのほぐすととってもいいです。ということで、今日はですね、フォームローラーを使ったお尻のほぐし方でした。今日も良い一日を。バイバイ。